きてるうちは暇つぶし、生きてるうちは暇つぶし、朝死ぬからって、死んだからって、昨日までのことを許してもらおうと思うな。生きてるうちは暇つぶし、生きてるうちは暇つぶし、朝死ぬからって、死んだからって、昨日までのことを許してもらおうと思うな。ならば最後ぐらい自分の船を作って旅に出ろよ。ならば最後ぐらい自分の船を作って旅に出ろ。飛び込め飛び込め飛び込め、あの甲板とあの海と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 、あの甲板とあの海に飛び込め。出た船に真っ赤なケツの猿が20メートルのマストの上に飛び乗った。少年がそれを追っかけてどこまでも行く、どこまでも行く。甲板の下には少年の親父の船長、他のみんなも固唾を飲んで見守っている。暇つぶしだから、生きてるうちは暇つぶしだから、あの甲板とあの海に飛び込め。少年と猿の追っかけっこ、みんなとても心配そう。思い切って猿も少年も、あの甲板とあの海と、あの甲板とあの海と、あの甲板とあの海に飛び込め。生きてるうちは暇つぶし、生きてるうちは暇つぶし、生きてるうちは暇つぶし、生きてるうちは暇つぶし。We'll be right back.